2008年の恋愛ドラマ、トワイライト初恋は大ヒットした。写真は、主演者のクリステン・スチュワート、テイラー・ロートナー、ロバート・パティンソン。チック・フリックあるいは、女子映画は、女性観客をターゲットにした、主に恋愛やロマンスを扱う映画のジャンルを指す俗語である。チックは、ひよこから転じて若い女性を指す俗語であり、フリックは、映画を意味する。 チックフリックはとりわけ女性が主人公になるジャンルであると定義される。多くの種類の映画が女性向けに公開されているが、チックフリックという言葉は通常、感情や人間関係に基づくテーマを含む映画のみを指す。親子関係や友人関係に焦点を当てることもあるので、必ずしもロマンティックな映画のみを指すわけではない。 チックフリックはしばしばバレンタインデーに一斉に封切られる。男性観客をターゲットにした同じような映画は男性お涙ちょうだいものと呼ばれている。グロリア・スタイネムのようなフェミニストはチックフリックや関連する言葉であるチックリットなどの用語に意義を唱えている。映画批評家によるとチックフリックという言葉は軽蔑的に用いられてきた。一般的にチックフリックは 女性、典型的には若い女性に対して固有のアピールを持つよう作られた映画を指す。こうした映画は通常大衆文化においては型にはまったプロットとキャラクターを持つものと考えられている。そこから連想されるもののせいでチックフリックという単語を用いるのは軽薄さ、稚拙さ、純然たる商業主義を暗示するゆえに問題があると考えられることもある。 しかしながら、チックフリックの中には、物語や演技上に高い評価を受けたものもある。例えば1983年の、愛と強くの日々はアカデミー賞において、最優秀脚色賞、最優秀作品賞、最優秀監督賞、最優秀主演女優賞、最優秀女演男優賞を受賞している。チックフリックにしばしば含まれるものとしては、女性主人公、 ピンク色の仕様、ロマンスやデートを中心とするストーリーラインなどがある。長きにわたり映画プロデューサーとして活躍してきたジェリー、ブラックアイマーは、お買い物中毒な私、のようなチックフリックのプロットは、金と愛の問題にどう対処するかということを扱うと語っている。チックフリックという言葉は1980年代から1990年代頃に、 なってからやっと広く使われるようになった。このジャンルの大元には20世紀初めから作られている女性映画とより後に成立したフィルムノワールがある。女性映画は女性を犠牲者や主婦として描き、1940年代から1950年代初頭頃のフィルムノワールは成果された女性の脅威を描いていた。1950年代になると、 第二次世界大戦中には仕事を持っていた多くの女性が家庭に送り返されることとなった。ブランドン・フレンチによると1950年代の女性映画においては40年代から60年代への移行期に女性が直面した様々な一群の問題や状況、つまりロマンス、求愛、仕事、結婚、セックス、母親であること、離婚、孤独、不倫、 アルコール依存症、過負になること、ヒロイズム、狂気、野心などを扱っていたという。1961年の映画、ティファニーで朝食を、は普通ハリウッドの黄金時代における古典的な映画の一つとして知られているが、孤独、脅迫的な物質主義、ハッピーエンドなど、チックフリックによくある、要素ゆえにこのジャンルの初期の例と考えられることもある。 アメリカ合衆国では1980年代にチックフリックにも分類されるようなティーンエイジャー向けドラマ映画が連続して公開された。多くはジョン・ヒューズの監督作であった。こうした作品はしばしばそれ以前のチックフリックと異なるよりリアリスティックなトーンを有し、妊娠中絶や個人の阻害のような要素を主要なドラマとして含んでいた。 シンデレラその他のおとぎ話に基づいて形作られたチックフリックもあり、これにはシンデレラストーリー、エヴァーアフター、プリティウーマンのようなシンデレラストーリーが含まれる。ウィリアム・シェイクスピアの作品をもとにしたチックフリックもあり、アメリカン・ピーチ・パイや恋のカラ騒ぎなどである。さらに多数の映画が人気小説や古典文学の本案であり、人気小説の映画化としては、 プリティプリンセスや、プラダを着た、悪魔、古典の映画化としては1917年から1994年の最新版まで複数回本案されている、若草物語の映画版などがある。チックフリックと考えられている映画のほとんどは、楽天的な作風だが、ホワットライズ・ビニースのようなサスペンス映画がこのジャンルに該当することもある。2008年に恋愛ドラマ、トワイライト初恋が、 大ヒットした後、メディアバイナンバーズのポールダーガラビディアンは、大きな口臭をもたらす、女性観客が長いこと無視されてきたことを指摘した。ファンダンゴドットコムによると、公開最初の週末に、トワイライト初恋を見た観客の75%以上が女性だった。チックフリックという言葉は、現代のフェミニストのコミュニティから、幾分ネガティブな反応を受けることがある。 このジャンルについて触れている、批評家のほとんどは、特定の関心を、ジェンダー化することから悪い結果が生じるのでは、ないかということに着目している。ザ・チックフリック・パラドックス、ディロガトリー、フェミニスト、オアボース、の著者であるナタリア・トンプソンは、チックフリックは、全ジェンダーの関心を一つのジャンルにまとめて、突っ込んでしまう試みであると述べている。 関心事をまとめて分類してしまうことは有益かつ自然である一方、批評家の多くは不要なジェンダー化によって多様な社会集団にとって不利益が生じると主張している。実際、ロシアの社会科学研究者、ナタリア・リマシェフスカヤはメディアによってジェンダーステレオタイプがより強く持続するようになることで女性に対する偏見が強化され人間的、 私的なポテンシャルが制限される可能性を証拠を挙げて指摘している。チックフリックは明らかに人気のあるジャンルであるが、ほとんどのチックフリックに共通する内容を問題視している映画批評家もいる。映画理論の専門家であるヒラリー・ラドナーの主張によると、チックフリックの多くは皮肉で自己髭的なトーンを有している。このトーンはチックフリックというジャンルの特徴を決定づけるものの、 一つであり、多くのものは、チックフリックには他のジャンルに比べて実質的な内容がないと感じているという。ラドナーはさらにこのジャンルについて、信じられないほど異性愛規範中心的で白人化されていると述べている。このジャンルに共通する特徴のせいで、チックフリックはマイノリティのグループや活動家などから批判を受けている。このジャンルについては、チックフリックはあらゆる女性の 拡張性的無意識に訴えかけるものだという意見もある。ダイアン・ネグラは論文ストラクチャル・インテグリティ、ヒストリカル・リバージアン、アンド・ザ・ポスト・マイナス・ Q11 チック・フリックで2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件以降にニューヨークを舞台にしたチック・フリックと考えられるロマンティックコメディについての考察を行っている。ネグラによるとこうした映画は 女性の主観性を中心にしているが、911後にナショナルアイデンティティを安定化させるという政治的な役割を説得的に引き受けている。テロ事件以降の政治的、社会的大変動のため、こうした映画はジェンダーや家族に関する規範を守ることの重要性を示す必要に迫られるようになった。こうしたジェンダーや家族に関する規範は、 この時期のアクション映画に見られる国の境界を守るための生存主義や国土安全保障に対地されるものとしてのイデオロギー的境界として捉えられる。こうした映画は911以前には政治的に無垢であったが、それに比べてその後のこのジャンルの映画は911後のナショナルアイデンティティを安定化させるための政治的外に満ちている。 チックフリックのプロットは通常、ロマンティックな制服を中心に据えることが期待されているが、アリソン・ウィンチは、We Can Have It All で、自らが、ガールフレンドフリックと呼ぶジャンルについて書いている。こうした映画は恋愛関係に集中する代わりに、友人同士の関係を強調しており、ブライダル・ウォーズや、ベイビーママなどを例として挙げることができる。ウィンチは、ガールフレンドフリックは、 女性の間で表出する葛藤、痛み、裏切りを示すことで、第二波フェミニズムの女性の連帯に関する表面的な理解を批判するようになっている。女性同士の関係の複雑さを強調することで、ガールフレンドフリックは通常のチックフリックの型を破壊し、ジャンルに行く、運の深みを与えている。ありがとうございます。